はい、どうも皆さんこんにちは、タイヨウタです。今日もワールドオブファイナルファンタジー前回の続きからやっていきたいなと思います。まあ、前回はねちょっとメインストーリーから外れて闘技場行ってみたんですけども、で今回はねまたメインストーリーの方に戻っていきたいなと思います。ここですね。で、今水かさがね、まあ増してるんで、行けるところが増えたんじゃないかなとは思うんですけども。よっと。よっと。よしよしよし。お、いいね。のせのせしてるね。あー、相手も強いね、なかなか。ウォタラが結構強いな。とは言ってもね、こっちもね、結構強いからね、今。よしよし。よっと。お、いいね、進んできてるね。進むのは下ですけども、まあ横ちょっとこっちも行ってみようか。ん？なんかあるね。おっとっと。サメだらけ。ほい。ほい。よし。よしよしよし、いいよ。これはどこに行くんだろう。うわー、絶対やばいやついる。これ長大もいるじゃん。長大、くるくるの貝殻、なんだそれ。なんか不気味な音だな。何が？いやー、こう鳴らしてるとなんか出そうな。なんかって何？嫌がるの早っ。え、なんか出るのこれ。何も出ないよね。だよね。まあこっちはまあ進んでも何も、まあ、宝箱とかあんのかな。魚がやたらあるぞ。ほい。ほい。よーし、オッケーオッケー。これくらいならね。これなんかあるぞ。ん？バサバサなのです。バサバサは玉が説明するのです。これはバサッとし、ん？バサバサと少し離れた場所に飛び移るアビリティなのです。初めてよね。バサバサがあればいけるってことか。
なるほどね。くるくるの貝殻。あ、あったじゃん。くるくるの貝殻。なんかあった？いや、バサバサ言いすぎじゃない？ちょっと。戦闘開始。うん、めっちゃ食らう。これちょっと危ないな。うん、ちょっとこれはもったいないから、ちょっとポーション。うん、食らうね。よし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 。じゃあ一応貝殻だけ渡してこようかな。ほい。ちょうだい。あげる。宝箱がありますね。これだけゲットしとこっか。魚の鱗。先にこっち倒しとこっか。よーし、オッケー。やったな。よかったー。こっちは先に進めるけど、こっちはちょっとまだ早いかな。とりあえず、あいつはやばそうだし、一旦戻りますか、あっちに。よし。いきなりピンチ。ちょっとちょっと、これだ。よし。さすがに物理は入んないね、なかなか。よし。ちょっとアビリティで回復しとこっか。アビリティで回復はできないのか。やっぱポーションを使うしかないのか。よし。
こっち下だね。下？あっちに行かなくちゃいけないのか。いや、合ってるんだな、多分さっきの道で。さっきの道で合ってるんだ。よしよしよし。もうまたサメだね。サメが大量に。よしよしよし。ドゥーンドゥードゥーン。オーケー。いや、あいつはね、多分戦ったらやばいから、まあ、ああいうのはね、後々戦っていこう。で、こっちか。そろそろ寒いところ飽きてきた。でもこれは、ランが考えた作戦なのです。そうだね。そうだよ。そもそも、こんなミラージュが、なんて聞いてないし、まあ暖かいところより寒いところの方がダイエットにはいいって言うけど、なんでいいのかっていうとね。いやー、寒いのも悪くないな。さあ進もう進もう、どんどん進もう。ちゃ、あ、ここでもなんか行けますね、どっかに。お、ミミック？しかもいきなりバック取られてるよ。ほいほい。よ、硬いね。めっちゃ食らった。よし、めっちゃ食らうね。これどこに向かって飛ぶんだろう。あー、あっちに行けるよってことか。一旦真ん中に行って何が欲しいのか聞いてこよっか。ちょうだいがいるからね、ちょうだい。これだよな、海賊船。確かに、いかにもって感じね。かっさり行くのです。いや、こっそりも何もちょうだいいるけどね、ちょうだいが。さっき貝殻使っちゃったな、一個。おおお。いや、なんか怖いな、こんだけいると。ほい。仲間にできるの？まあ、仲間にしとく？まあいいや。
こいつ持ってるしね。なんかいっぱい捕まえるといいこととかあるのかな。そこもねちょっとわかんないんですけど、とりあえずは貝殻をちょっと集めに行かないとですね。うわー、またこれ？これ何今度は。うそ、水属性耐性また？あ、でもちょうどいるか。うん。これでいいでしょう。おうおうおうおお。なるほどね。戦闘開始。なんかすごいな、組み合わせが。強いね、さすがに。めっちゃ攻撃してくるじゃん。ほい。よーし。実力通り。これバサバサがないとダメなのかな。ちなみに今いるやつらでバサバサ使えるやつは、これチョコボとか使えっかな。ノリノリはできるけど、フローズアイってー飛べないよね君。こいつ萌え萌えだもんな。これバサバサないといけない感じかな、もしかして。一旦回復しとこう。まあ反対側もとりあえず行ってみましょうか。さて、なんか変わったかな。ん？あ、これはさっきのところか。よっと。こいつら持ってるからな、すでに。よし。貝殻ないかな、貝殻。あ、出た出た出た。よかったー。そしたら
そしたらこの状態では行けなくなってしまったってことか。ってことだよね。ってことはもう一回水を戻すってことかな。もう一回水戻して、うん、結構食らうね。うん。いいバトルだったね。よかったー。よし、一旦ねこの辺で区切っておきましょうかね。うん。まあ次回はね、一回水の方戻して、あの頂戴のね、頂戴ゴーレムにあのくるくるの貝殻をね、あげたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。